set. ちょっと声がおかしいかもしれませんけど、どうも皆様こんにちは、グリードです。僕ね、重度の花粉症で、もう花粉症プレイ歴もう20年以上になるんですけど、まあ、ちゃんとね、薬はお医者さんから処方されてる薬を飲んでるんですけど、まあ今んとこ自分にちょっと合ってる薬飲んではいるんですが、まあ少しね、症状が収まる程度で、でこれ花粉症の人だったらね、多分共感してくれると思うんですけど、僕花粉症なんですよって言うと、周りがこう、いやあれぐらい飲めば治りますよとか、お医者さんから薬飲めば治りますよってね、よく言われるんですよ。花粉症もその人によってね、症状の具合が違うじゃないですか。僕は本当にね、ひどいタイプなので、飲まないよりはまあマシかなって、まあ外やっと出れるかなぐらいなんですよね。本当にこの時期ね、動画としては僕の声が聞こえにくかったりすることがね、多いと思うんですけど、ちょっとね、花粉症ということをご理解いただけると嬉しいです。さあ、今回の動画の内容は謎アップデートですね。少し前のアップデートで、ジャンプ値がね、弱体化されてたんですよ、密かに。ジャンプして着地した後、硬直するようになってたんですよね。発売当初とか、モダンオフェアシーズンとかは、このジャンプした後、まあ普通に動けたりとか、あと連続ジャンプとかできたんですけど、ほんと少し前のアップデートでできなくなってたんですが、シーズン2の前のアップデートで、密かにまたなんか、ジャンプ値がね、強化されてたんですよ。この硬直がなくなってたんですよね。 COD っていうゲームはやっぱ打ち合いの最中に体をね、動かしてた方が強いんですよ。敵の当たり判定をずらせたりとか、あとサーバーの関係でヒットボックスは結構遅れてたりとかするんですけど、だから海外プロもこうやってスライディング地で飛び出したりとか、まあ、ジャンプしたりとか、やっぱほどただただ突っ立って打ち合うっていうことはほとんどないんですよね。なので今回のこのアップデートに関してはユーザーからすれば嬉しいアップデートですね。こうやってまたジャンプ値が強くなったりとか、ほんとキャラコンの幅がね、また広がったんで、これはね、嬉しいアップデートですね。さあ、そしてプロ対抗戦が今開催されてます。で、ラッシュゲーミングを出場してます。多分この動画上げてる時にまだ配信してるかもしれないんですけど、ラッシュゲーミングのメンバーはウィンレッド、ゴロー、カレント、シリウスくんになってます。そして今シーズンは僕はね、サーチのアナリストとして裏方で、サポート、メンバーをね、サポートしてます。ぜひね、プロ対抗戦の配信見て応援していただけると嬉しいです。またね、メンバーともね、動画バシバシ撮っていくので、よろしくお願いします。さあ、やってまいりました。新マップでの、サーチ&デストロイということで、サーチ&デストロイということで、初プレイですね。全くわかりません。どこから敵、近くに近すぎ。は？やばない？右奥じゃないの？脇。どういうこと？あ、裏来てるよ。早い。まずいな。裏はまずいな。危ない。しかし、ちょっと、ワンショーになっちゃったな。あれ、もう一人詰めてた気がしたけど。おお、味方うまい。ダブルキルしてくれてる。よし、ラストワンカット。ちょっと待って。守り側の脇どこだ、これ。もういたんだけど、ここに。なるほどね。こんな近いんだね。ほい。あ、フラグも当たってるね。ちょっと右下行ってみようか。あの頭らしいないってことは結構これ裏取りいけちゃうやつだな。お？オッケー。ラストワン。早すぎー。めちゃくちゃリスポーン近いじゃないですか、これ。さあ、UAV 溜まったので、ちょっと出して。嘘？こっちも早いの？あれ？ちょっと待って。本当にわからん。敵の来るタイミングがわからなすぎる。さすがに、もうね、もうやられませんよ。よいしょ。バレたね。さあ、ラウンド落として、3-1 ですね。どうだ？あそこになんか毒ガスない？あ、いるね。この人かな？上にいた人多分この人だな。ちょっとボムがすごいね、自立にあるから。敵の UAV 出てきたんだか？
Integrate their last asset. じゃあちょっと次は B サイドね、行ってみようかな。ちょっとどうなるかわかんないけど。We're taking control. あ、処置するな。でも多分ここ見えないと思うんだよね。5対5になりました。で、味方今発砲したんで、今合わせてやる。で、赤点出したからな。センター警戒されてそう。おお、部屋の中入られてたね。あ、もう抜けてるぞ、B。ん？こっち来そうじゃない？来てるね、来てるね。あと二人。あ、映ってるね、映ってるね。どっちもゴーストじゃない。あ、ラストワン。オッケー、カット。うん！クリーンですね、もう。綺麗、綺麗。そうだな、空爆溜まったんで、空爆使って、B サイド取りに行こうかな。B は敵の方がね、早いですからね。うん、いるよね。うちに。まあ、この辺で適当に落としておいて。よし、入ろう。完璧すぎる！完璧すぎる。空爆呼んじゃおうかな。16の2。映ってる映ってる。ラスト1じゃないこれで。さあ、どこだ？多分 B こっち側だと思うんだけど。あ、赤点出てるね。下だな、下だな。ナイス。早ーい。でもまあ、まあ悪くない。このサーチ、まあちょっと狭すぎるけど、普通に面白いですね。さあ、ちょっと敵がセンター来てるかどうかだけ確認したいな。スナイパーいるな。たまらしにはいない。あれ？この人か。危な。そう、A の敵やっちゃおう。ナイス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 。これで一気に A 流れた方がいいかな。うん、そうだね。ハッキングして。ちょっと設置はせずに行こうか。いない。あれ？ B 外か裏かな。ラストワン、ラストワン。オッケー、いいね。サクサクだね。さあ、さっき一度ね、A 止めたんですけども、ちょっと場所を変えて A 防衛行きたいと思います。あ、来てるね。トロフィーも焚いてるから来てるね。さあ、味方と同じカードに入って、外周来たやつ倒して、フラッシュ反応してないですね。トロフィーがあるから。何枚いるかわかんないんだけど、多分少ないな。1枚に。あと、2人。味方が、センター側進行してんのかな？おっと。ラストワン。おおなんで勝ったんだ、今の。あれを後ろから撃たれて、あ、まだもう1キラだった。なんで勝ってしまったんでしょうか。絶対に勝ってはいけない打ち合いだったんだけどな。さあ、もう少しで空爆が出るんで、ここはね、ちょっと確実に行きたいですね。ちょっとこっち行って、また同じルートでセンター来てるかどうか確認しようかな。どうかな？センター詰めては来てないけど、あ、右でアショットする。うん、右にいるね。これは引いた方がいいな。で、センターで2枚フラッシュヒットしました。一旦 B 側詰めちゃってみようかな。あ、銅像に1人いるっぽい。あれ？でもスルーできたね。多分ね、僕すれ違ったんだよな。一回これ設置しちゃおう。多分設置まではいけると思う。いやー、厳しいな、さすがに。さすがにちょっと枚数が多すぎた。さあ、ちょっとさっきとは、攻め方をね、守りだけど攻め方を変えます。ちょっと一気にこっち行って、早めの裏取り、おー、危ない。早めの裏取り行っちゃおうかな。オッケー。オッケー。もうどんどん行こう、どんどん行こう。ク
クイックに行こう。あ、もう2枚赤点出たね。もうそこで最後だ。ナイス。よーし、いいね、54。なんかね、多分センター毎回いるのかな。多分毎回2人来てるね、この感じ。で、そこ左フラッシュ入れて当たるでしょ。で、右から行ってみよう、一回。やっぱりね、いるよね、いるよね。で、ミサイル1個呼んじゃおうか、先に。さあ、A 側に移って、これ、倒せないか。でも階段にエスカレーター上にいるよ。OKOKOK。あと2人。なんか A 側だね。A 側な気がするな、全部。あ、ラスト。A 側赤点出てます。味方やれるかな？ナイス！ 19 キルで終わっちゃったけど。